昨日僕ポケウッドの動画出したじゃないですか。それで調べてみるとポケウッドにもう一つね小ネタがあるみたいなんですよ。それはですね、ポケウッドでスターになったポケモンはボールから出るときに特殊エフェクトが追加されるらしいんですよね。え、僕20年ポケモンやって一回も聞いたことないけどって思ったんだけど、本当らしい。何が言いたいかと言いますと、まあこれが通常のポケモンのエフェクトなんですよね。エフェクトって言ってもまあ色違いじゃないんで何にもなんないんですけど、このボールから出てくるタイミングで星がねキラーンって光るらしいんですよ、色違いみたいに。それでポケモンをスターにするにはどうすればいいかというと、通常エンディングじゃないエンディングっていうのがあって、それをするとね、まあ一発でなるみたいなのでやってみましょうか。本来このハチクマンの小刀は一発で倒さなきゃいけないんですけど、ここで一発で倒さないと。まあこれでカルトエンドの出来上がりですね。それで映画を公開すると。これでエフェクトついてるのかな。じゃあ野生のポケモンに出会いましょう。さあ来るか来るか、どうだ、さあどうだ。おお、すげえまた色違いのキラーンとは違った動きがありますね。え、もう一回やっていい？いけ、チラミ。かっこいい。皆さんこう思ったんじゃないですか。これ、色違いのポケモンにこのエフェクトつけたら、どんな順番でエフェクトが再生されるんだろう。二つ同時なのか、片っぽずつなのか気になりますよね。というわけで、知る人ぞ知る僕の可愛がってる色違いチラーミー、人たらしちゃんにもさっきのエフェクトをつけてみようと思います。映画を撮って、公開と。さあ、どうなる？どうだ？どうだどうだ？まずは、光る！色違いじゃなくなっちゃった色違いじゃなくなっちゃった。ポケウッドでスターになるより色違いの方がよっぽど大変なのに。まあ、通常だったらこんな風に、まあ、色違いのエフェクトが出てきますよと。ただ、ポケウッドでスターになると色違いではなくなってしまうと、そういう検証結果になりました。なんだよ、それ色違いのエフェクトの方が全然いいや。というわけで皆さんもポケウッドで自分のポケモンをスターにして特殊エフェクト楽しんでみてください。それでは。